今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気です。2人に聞きたいことがあって、はい、私最近耳にした言葉、うん、家族信託ってあるんですか。家族信託知ってますか。銀行信託何分からない。家族信託、はい、いや初めて聞きました。こんなに初めてですよ、ね、そうですよね、はい、私も実は正直知らなくて、はい、今話題のワードみたいなんですけども、はい、ということで今回最初にご紹介する企業様なんですが、家族による家族円満のための信託を行っています。こちらの企業様です。あなたやあなたの家族が認知症になったら財産管理や相続対策はどうしますか。今注目されているのが財産管理を家族自身が行う家族信託。それは資産を持つ委託者が保有する不動産や預貯金などの資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組み。いわば家族による家族のための信託だ。2007年の法改正により可能となったこの家族信託、しかしまだまだ認知度は低い。高齢化が加速するこれからニーズは確実に高まっていくことが予想されているが、相談や実務を担う専門家もまだ少ない。そんな家族信託の普及や専門家の育成、制度の確立を目指すのが一般社団法人家族信託普及協会代表理事吉谷昌司。家族信託の現状やその必要性など話を聞いた。家族信託聞いたことないですよね。ないですね。実はこれ老後の財産管理とかその承継するための手法の一つだと思っていただいたらいいんですけど、例えばちょっと一個質問していいですか。宮沢さん、はい、ご両親でご健在でいらっしゃいます。いや今はもう母だけになりました。はい、例えば将来お母さんが万が一その例えば認知症とかそういうことになってですね、そのお母さんの財産ってどうやって管理されますか。これはね本当に今何か手段を取っておかなきゃいけないなと思ってる最中でございます、はい、何もしてません今。何もしてない、はい、実は世の中そういう人が非常に多くて、はい、で今ちょうど相続とかっていうのがこうねいろんなところで注目されてるんですけど、はい、相続っていうのはその亡くなった後の財産の承継とかそういうことです、はい、実は今非常に問題になっているのがその亡くなる前に高齢化がどんどん進んでて、うん、みんな元気だったらいいんだけど、実はその認知症とか病気で、うん、その資産を持っている人が意思判断できない状態になった時にその財産管理ってどうしますっていうのがものすごくこう問題になってるんですね、はい、そうか。例えばうちだって母親が事前にもうやっとかない書いとかないからとかってそういういろんなことになってきますよね。そうです、そうです。で例えばこうそういう状態になってお母さんをこう例えばその施設に入ってもらおうかなと思って、うん、お母さんが持ってた定期預金を解約して、はい、そのお金で例えば施設に入ってもらおうと、はい、普通の人は思うじゃないですか、はい、けど本人がそうなって子供が例えば銀行行ってこの定期預金解約したいんだけどって言ったら実は解約できないんですよ。いやだって夫婦だって、はい、名義が違えば夫婦でも下ろせないですもんね。そうなんですよ。そうなんです。そうなんですか。それのところを解約したりなんかっていうのはうちのかみさんはできないわけ。そうなんです。やっぱ、ね、本人があくまでもいかないといけない。そうです。で特に今度ねじゃあ不動産持ってたからそれ売って、はい、じゃあそういう費用に当てようかって思っても、うん、不動産も実は本人の意思判断というのがないと意思確認が取れないと不動産売ることもできないんですよ。結果親はいっぱい資産持ってたけど、はい、親の資産が触れないから、うん、子供が自分でこう自分のお金で親の面倒見なきゃいけない。でそれを、まあ、今までですと成年後見制度ってね法的なところで管理するしかなかったんだけど、うん、これを家族に元気なうちに、うん、私が将来そうなったらあなたに頼むわっていうのをできるように法律が変わったのがこの家族信託っていうやつなんですね、うん、はい、だから家族のための家族でできる、まあ、財産管理っていうふうに考えていただいたらいいかなと思いますね、うん、はい、それは誰が認めるんですか。その母親が例えば僕に認めて、はい、それを、そう2人の間で契約書を結ぶ、まあ、簡単に言うと信託契約書みたいな2人の間で結んで、で、まあ、今一般的にはそれを公正証書って言うんでね結んでるんですけど、はい、
まあ、その公なもので結んで、そうすると頼むお母さんと頼まれる子供っていう形で、うん、その将来そういうふうになった時にあなたちゃんと私の財産管理してねっていうようなお願いがこう可能になったってことですね、うん、それは第三者の、あの証明がなくてもいいんですか。そういうことですね。ここの間でこうなってますよ、はい、っていう、はい、形で犯行ポンとついてて、あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。だそういう制度ができたんですけど、実は皆さんも知らないように世の中の人まだ知らない人がいっぱいいてですね、家族信託、はい、でこれからこれがどん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 多分世の中に、まあ、当然高齢者が増えることによって普及してくると、うん、でただその時に一番問題になってるのが、はい、実はそれを取り扱えるこう専門家の人が実はほとんどいないっていう、また問題もあって、そうでしょうね、そうなんです、分からんもんね、はい、正しい出来事すぎちゃった、そういうことなんですね、はい、まあ、国はボンボンそういうのを変えていくけどついていくのが大変ですよね、はい、いや、もうおっしゃる通りなんですよね。だからこの法律も2007年にもう8年前に法律変わってるんですけど、いまだにほとんどの人がこう世の中知らないっていう、まあ、不思議な感じであるんですけどね。知りませんでした。でしょ、知りませんでしたが損しますって言われて、本当ですね、いや本当ですね、おっしゃる通りです、うん、こう改めて具体的な業務内容を教えていただけますか、はい、そうですね、今協会としてはですね、今言った司法書士、弁護士、行政書士、税理士、会計士って、まあ、事業の方々、うん、あとは不動産業などを営んでる人、保険取り扱ってる人、あと FP とかファイナンシャルプランナーですね、うん、そういうお客さんとの間でいろんな資産とか相続のこう関係の仕事をしている方々を対象に、まあ、この家族信託がどんなものかっていうその内容の普及と、あとそういう方々の先には当然お客さんが皆さんいらっしゃるので、うん、そういうお客さんに説明できるような資料だったり、その事例を我々が集めて、それをまたプロの人たちにこうフィードバックしたり、いろんな研修、実務的な研修をさせていただいたり、まあ、そういう活動を今させていただいて、今全国で約700人ぐらいのそういう専門家の方が会員で今いらっしゃるって状況ですね。そうですか、はい、700人、はい、それでもまだまだ足りないぐらいでしょう。いや、もう全然足りないのが現実ですね。この今の長寿社会でね、でいろんな今言われたような方々がいっぱい増えちゃうと、そうですね、我々も一言じゃなくて結構自分ごとでいろいろ、はい、考えていかなきゃいけない、だけどそれをじゃあ相談しようと思ったらプロの人がわからないっていう話になっちゃうと、もう全然話にならないと、うん、だからきちんとそういうことが理解できて、実務ができる人たちをこうやっぱりね、世の中に数多く輩出していくというのが、まあ、この協会の最も大事なことだと思ってますね、うん、はい、主にどのような取り組み活動されてるんですか。そうですね、今、例えばセミナーも、その一般の方向けにはだいたい年間でやっぱりこういろんな企業さんが主催したりとかもするんですけど、だいたい100回ぐらいそういう全国でお話しさせていただいたり、あとはそのシンポジウムって言って、そのプロの方々を集めて東京とか大阪、福岡で今年ちょうどやったんですけど、大体200人から600人ぐらい集めてそういうシンポジウムを開催させていただいたり、あとはその実務的な勉強の研修ですね、これを随時こう行わさせていただいているっていうことをやってます。長寿も含めたですね、信託とか、今年6月に行われた協会発足1周年を記念したシンポジウム、金融機関や信託会社の動きなど家族信託制度を取り巻く新しい変化についてさまざまな意見や情報が交換された。貴重な財産管理の一手法として信託のお話を今日伺いまして、家族信託、民事信託、生じ信託といろいろなパターンを勉強させていただきまして、大変有意義なシンポジウムだったと思います。私自身が家族信託のコーディネーターということをやっておりますけども、去年に比べて格段とこう皆さんが試行錯誤を繰り返してですね、どん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 こう前に進んでるなというような感じを受け、家族信託のこれからの有効性というんですかね、それを必死に感じたという感じですね。世の中の方々、僕らもいつもこう例えばセミナーとかで聞くんですけど、はい、じゃあ家族で老後とかその相続についてちゃんと話できてる方どれぐらいいますってこう質問すると、100人会場で手が上がるのは大体5人ぐらいなんですよ、うん、つまりほとんどの人がその老後とか相続の話ってなんとなくタブー視してて、そうなんですよ、こう話されてないので、ただいざ何かなった時にあれ
どうしたらいいんだろうってすごく多いっていうのが現実なんですよね。母親と喋るんだよね。喋るんだけどそれ以上踏み込んじゃいけないだろうなとか、なんかやっぱそう思われますよね。自分によこせみたいな、そういうふうに思われてもね、ちょっと気になるんで、そうなんだね、別にいいと思っちゃうんだけども、普通の時はそうだよねって母親も言うんだよ。で終わっちゃうんだよ。そうですね。その場合一歩が出ないんですよね。そうなんだね。結局そういうご家族が多いっていうのも。一つ、ただいきなりね、死んで財産どうするなんて話をするのはやっぱり今言ってハードルがものすごい高いですけど、はい、逆に言うと元気なうちにその将来の資産管理の方法とか一緒に考えようよっていう話のきっかけとしてはすごくしやすいっていうね、はい、思うんですね。たくさんあるお家はね、はい、けどね、僕らが言ってそのたくさんあるお家もそうなんですね、ないお家ないお家って言い方ですけど、うん、はいはい、まあ、家一軒ぐらいで、あと他にそんなに大した財産ないですってお家って世の中すごく多いじゃないですか、はい、で実は相続で一番揉めるお家ってそういうお家ってご存知ですか。いや今ね年間でこの裁判とか訴訟になっちゃう、その財産もらってね、どう分けるって、ね、それは大体1万5000件ぐらいなんですよ。はあ、年間で、でそのうちのそのどんな人たちが揉めてるんだろう、その裁判とか調停って見ると、なんと財産額が5000万以下って人が 75% なんですよ。だから、そうだから逆に言うと財産があるから揉めるって思ってる人世の中いっぱいいるんですけど、実は財産が少ないから揉めるっていう方が適切なんです。そういうことだ、訂正させていただきます。気持ちがよくわかります。あ、そうか、これをこういうふうにしたいと思うもんね。こういうふうになったら分け前はあるわけだもんね。そう、まあ、ある意味そういうことなんですね。そういうことですね、はい。いや人間の本音を見るな、ここはそういうところでな。そうかそうか。いやでも改めて大事だなってすごく気づかされました。そうですよ、ありがとうございます。あるでしょう、秋田に。え、岩手。あ、岩手にして、岩手にこうやって。いや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 、そんな大したことない額ですけど、逆に言うと揉める家庭なんで、しっかり。ご兄弟は妹がいます。あ、一番揉めるパターンです。あ、そうですか。あの姉妹って非常にやっぱりこう、あ、なるほどね、微妙なこう立ち位置であるんで、まあ僕らお手伝いしててもやっぱり姉妹、三姉妹もう本当意外と大変なお家が多いんで、あのぜひ気をつけていただいた方が。そうですね、早めに、はい、いいことな、勉強したね、はい、はい、よかったです、はい、今日家族信託という単語を勉強しました。覚えていただいて、ありがとうございます。ぜひ、はい、お願いします。今後の目標はどんなことか。そうですね、今先ほど言いましたように会員が700人ぐらい今いるわけです、全国で。でちょうど設立したのが去年の6月なんで、まあ、1年3ヶ月ぐらいなんで、まあ、年内に大体1000人ぐらいの、 その、まあ、専門家の集団にして、まあ、3年後ぐらいはやっぱり満タンではこう、ね、全国で満タンにはしたいなと。それに伴ってでその先のお客さんで、まあ、困らなくて幸せになってくる人がいっぱいできたらいいなというふうに思ってます。最後になりますが、うん、はい、吉谷さんの格言をお願いします。格言ってほどの格言ないですが、まあ、やっぱり家族信託というのを通じてやっぱり家族の絆を強めるということがすごく大事だなというのと、もう一つ、あのこういう話をするとこれをやってしまうことが目的みたいになっちゃう人がすごく多いんですけど、僕らはこれを導入するのが目的じゃなくて、その方その家族がありたい夢とか、あとは実現したいこう、ね、財産管理とか相続とか、そういうのを実現するための選択肢の一つが増えたっていうふうに僕らは認識してるんで、その家族にあって何が一番こう必要かっていうものに対して、必要であればこれを使っていただくっていうことが大事だなというふうに思ってます。まあ、今後も我々はいろいろ勉強させていただきます、はい、すいません、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいません。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。お二人は仕事愛してますか？おー、いや仕事にはやっぱりこう、うん、体調がちょっとあれになっても仕事に合わせていくよね、体調をね。そうですね、そうですね、みんなに迷惑かけちゃいけないっていうさ、そうですね、情熱がないとできないですね、やっぱりこう
ね、愛といえば眠れなくなる、盲目になるっていう感じじゃないですか。そっち？え？あ、確かに愛はね、だから眠れなくなるほど仕事のことを考えちゃいますよね。あ、そうなの。結構でも眠れないことたまにあります。はい、今愛とか恋はしてないの？あ、そこはちょっと、まあ、あのオブラートに包んで。してませんね。でもそういうの大事だよね、はい、我々の仕事っていうのはほらグループで行われてるからさ、みんな大切だよね、はい、うん、続いてご紹介する企業様なんですが、はい、社名の由来に働くスタッフ、クライアント含めた全ての人に愛のある誠実な会社にしたいとの思いを込めているこちらの企業様です。ラブ、人を大切に思い感謝の気持ちを忘れてはいけない、そんな思いを社名にした企業を率いる男たちがここにいる。株式会社ラブキャリア最高顧問清水健一、執行役社長山本圭司。2012年に設立された総合人材サービスのベンチャー企業ラブキャリア、主力の人材派遣人材紹介事業では販売接客やコールセンターの分野から新たに介護、看護、保育といった医療福祉分野にも力を入れ始めた。社会のニーズを的確に読み取り常に進化する人材サービスの提供を続けている。そこにあるのはラブ、会社に関わる全ての人にラブを持って接したい。株式会社ラブキャリア、清水と山本に話を聞いた。やっぱりラブキャリアさん の、 その社名っていうのもね、はい、驚いたね、はい、人材派遣会社さんなんだってこう、はい、そうですね、びっくりしたんですけど、あの、まあ、企業のきっかけにも結びつくところなんですけども、はい、あの、もともと私大手の人材派遣会社におりまして、うん、で、まあ、あの大手の会社さんっていうのはやっぱりその事業を均一化して効率よくやっていくというところでもちろんあのいいところもあるんですが、やはりどうしてもあのお客様だったりだとか、あとは働いているスタッフさんっていうのを、まあ、一定の距離感を置いてやるというのは、まあ、どうしてもありまして、でその中であの、まあ、人材を扱う業界としてもっとそのスタッフさんに寄り添って、あのクライアントさんにも寄り添って距離を近くやっていきたいというところで、あの、まあ、やはり日本人だとなかなかちょっと気恥ずかしい部分もあるんですけども、そういった愛とか真心とか、まあ、ハートトゥーハートっていうところをですね、あの基軸に置いたその事業をやっていきたいと、そういう理想をもとにあのこの会社を立ち上げました。で、まあ、その社名をつけるときにあのその言葉、まあ、I love っていうところをですね、もう社名にもう盛り込んでしまうというところで、あのこういった社名になってます。開業されて今何年目でどれぐらいの実績がありますか？今ですね、4年目に入りました、はいはい、実績ですと初年度の売上は2億円、はい、で 2期目が6億円で、決算を終えた3期目が12億ということで、あの、すごいですね、一応急成長はしております。でその間あの常に黒字を維持しているというそういう状況ですから、その成績はもう問題なく非常に順調ですね。それはやはり何かが他社と違うんだろうね。 そうですね、あの今非常にこう労働市場が逼迫してますよね、で人が足りないと、採用に苦労するそういう時代ですから、いかにそのスタッフを募集するかっていうのがキーなんですね、そこに集中的に経営資源を投入しているというのが1点です。それと派遣社員を使っていただくやっぱりお客様あってという部分もありますので、そこは上場企業を中心にですね、大手のお客様を開拓して、まあ、それなりのクライアントっていうか、あの大変お世話になっているクライアントが結構増えてきたというそういうその2つの側面だろうと思います。それがなかったらね、人材が来るだけでも、いい人材が来るだけでもその入れるところがなかったらっていうところもあるし、その逆もね、入れるところあるんだけど人材がちょっとなっていつもかしげ、うん、頭かしげられたらもう信頼を失うわけですもんね、はい、そこですよね。特に今あの人材の採用、うん、非常に大変ですね。ああそうですか、はい、まあ、それくらいあの景気が良くなってるっていうことでいいことだろうと思いますけども、はい、人が足りない、もういろいろなところでそういう話が出ます。
従いまして、その募集には相当の費用をつぎ込んでいるんですが、やっぱり経営資源限られますから、そういう中でそのオフィス不動産費ですね、そんなのとか社員もできるだけですね少数制で、人件費を抑えて、給料はちゃんと払っております人件費を抑える形で、その代わり一生懸命仕事をしていただく、その分を求人に費用として集中的に費用を計上しているという、そんな感じですね。今拠点はどちらなんですか？今新宿と横浜、そして名古屋、そして沖縄ですね。沖縄にもあるんですね。おっしゃる通り沖縄にもあるんで、今度札幌にも来年の6月に出店する、そういう計画です。そして、はい、千葉にも。ああそうですか、はい、千葉に出さないと申し訳ないといやいや、もう2月我が番組は千葉でございまして、ね、私も生まれも育ちも千葉でございます。来年の2月には、はい、来年の 2月ですね、2月、はい、テレビのぜひご応募いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。ラブキャリアさん急成長遂げてるっていうだけあって、上場も目指してらっしゃる。そうですね、はいはい、やはり上場するということはですね、社会の信頼がもう飛躍的に高まるというふうに考えてます。人のビジネスですから、やはり人の信頼が得られないようではいけないわけで、そのために我が社も将来何年か後にはそういう中に入りたいというふうに考えておりまして、実は私証券会社の出身なんです。あ、そうなんですか、はい、また全然違う職種で、はいはい、でもいろんな社会の仕組みを分かってられるんです、うん、そうですね、そこなんですよね。そんなこともその金融市場に打って出ようと、そういうことでそういう人材も少しずつ入れているという、そういう状況でございます。他社との違い、一番の売りっていうとどういったところですかね？そうですね、その大きい企業ではできないですね、この規模だからできる、そのしっかりと、一つ一つにこだわって、あとはそのスタッフさんとの距離を近い距離でしっかりと対応するというところで、お客様の信頼も勝ち得てきたと思いますし、あとは新卒の社員であるとか中途の社員、入社後ですね、当社で一応研修の一環も含めてスタッフさんと同じ就業場所で一緒に働いてもらうっていう研修をやってまして、その中でスタッフさんの目線で考えることであるとか、あとはその実際に働いてらっしゃるクライアントさんとのコミュニケーションだとかっていうところをですね深めて、その後のそのマッチングだとか、そのスタッフさんの例えば悩みを聞く部分だとかっていうところをですね、ちゃんとスタッフさん目線でお話しできるような形っていうのは実際やってまして、そういったところでクライアントさんに評価をいただいているっていうのもあると思います。はい、清水さんはいかがですか？一番のラブキャリアさんの売り、特徴っていうとどういうふうにお考えですか？特徴、私もですね、必ずしもこの顧問としてこの会社入ってきたわけですが、喜んで入ってきたわけではありませんで、まあそうなんですね、はい、はい、で会社を見て思ったのは、皆さんこうまさにラブキャリア、そのラブがつく、非常に明るい雰囲気の中で仕事も非常に熱心に若い社員がやってるんですね。でじゃあ私も少し力になれればこの人たちのためにっていう思いはありました。で何が言いたいかというと、それくらい一人一人がもう本当に一生懸命やってる、それがこの会社の強みだろうというふうに思います。いやだから違った価値観を、違う仕事をやられててお持ちじゃないですか、はい、だそういうのが逆にフレッシュでこうやって見た時に分かるんだよね、いろんなのが、これはこうだな、あれはこうだなっていうのはすごく感じられるんですよ ね、 なんかそれをやっぱり取り入れたっていうのは素晴らしいですね、はい、こう人材派遣会社今とても多いなって感じるんですが、はい、人材派遣会社のいいところっていうのはどういったところですかね？はい、人材派遣会社を、先ほど言ったようにですね、間に入ることによって、そのスムーズに求職者の方がお仕事を見つけられたり、あとはその、求人されている企業様もですね、企業様のニーズに合った人材をスピード感を持って採用できるというところがやっぱメリットだと思います。で逆にそのデメリットの部分ではどうしてもその、
帰属意識というところでなかなかその人材が定着をしなかったりだとか、あとはそのスタッフさんが働く方から見るとその安定した雇用が、なかなかその、実現できないというようなところのデメリットっていうのも、世の中の部分も含めてです、全体的も含めてそういうふうには言われてます。でその中でここに、はい、当社のクレド約束っていうところを今やってるんですが、当社ではですねその長期のお仕事を希望されている方へ、安定して長く続けていくというところを力を入れてやっておりまして、最初の1ヶ月をお試し期間として置かせていただいて、ただそれはもうただ単にお試しするわけじゃなくて、その企業様にもその迎え入れていただく環境の整備だとか、あとはそのコミュニケーションの場っていうところ、あとはその1ヶ月間集中して当社もそういった、お客様もスタッフさんもフォローをしてですね、その後のその長期的な就業に、つなげていくと。で合わせてですね、当社 その正規雇用というところの登用というのもですね、っていうのも積極的に行っておりまして、派遣スタッフとして働いてて、当社で正社員雇用させていただいて、今コーディネーターで頑張っている社員というのも現状おりますので。今何人ぐらい社員おられるんですか？今30名ぐらい。30名ぐらい、はい、おります、はい、それであれだけの成績が出るんだね、やっぱりね、すごいですね。そりゃ真剣だよ、やるしかねえだろうっていうね。そうですよね。いやそういう話聞いててとっても面白いんだよ。今お話を聞いてると我々の世界だったら申し訳ないけども、本当に素晴らしいマネージャーっていう感じがするよね。ね、そうですね。そういう感じするでしょ、サポーター応援団というか、何でも相談できて、でバッとこう仕事も決めてくるみたいな、ね、うちの事務所頼むぞーって今日一緒に聞いて、いやでもお話を聞いてた、こういう価値観でこういうサポートなんだなっていうのね、はい、本当に勉強になりますわ、はい、じゃあ最後になりますが、清水さんの格言をお伺いしたいんですが、人にっていうか相手にですね、何かをしてもらおうとか、期待するしてもらうことを期待するのはもうやめようと、私が相手に何ができるかというのを常に考えて行動する、こういう人でありたいと思ってます。こう言うとですね、非常にかっこいいというふうに思っていただくんじゃないかと思いますが、それは家庭内の家庭内中心でございます。今のなるほど、いやいやそこからですもんね。それがですね、社会に向けて常にそれができたら本当に素晴らしい人間だろうと思うんで、できるだけそうありたいとは思うんですが、ますます皆さんの力になってあげてください。はい、恐れ入ります。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、この本でお伝えするネガポジメソッドとは、僕が自分自身の最悪、どん底の状況、超ネガティブな反省から得た学びをまとめ上げた、もっと楽に生きる方法、悲惨な状況をサバイブする思考術です。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、最悪から学ぶ世渡りの教科書。この本を書いたのはキャリアコンサルタントの黒沢和樹さん。選択枠が増えれば人生はもっと楽になる、こうしなければならないという思い込みを捨てれば人生はネガティブからポジティブに大逆転できることを黒沢さんが語っている一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。